かわいそうなゾウさんの話知ってるかい？ゾウさんがいたんだけど、戦争が始まって爆弾が落とされて檻が壊されて、ゾウさんが逃げたら怖いでしょ。だからその前にゾウさんを殺しちゃおうって、ここの上野動物園で3匹のゾウさんが本当に殺されちゃったの、てるさん、てるさん、ずーっと泣いてんだろうな、こうやって。助けてくれって言ってるように聞こえますね。